古今東西始まり始まりということで THE DAY パート2始まりました。いやーすごかったですね。今年最後だと思います。こんな波はもう今年は来ないかもしれません。来るかもしれません。わかりませんが、まあクリスマスの時にはね大体上がってくるんですけども、まあその頃にはもうブルっちゃってブルっちゃってもう大変でしょうね。さあ行きました、両者十分に出てきた。もう一回見てみましょう。これはすごい。前回に引き続きキレッキレです。頭が吹っ飛んでいます。藤田良俊、見てください、このグラブレール、かっこいい。お前どんげしたっつか。さあ同級生の伊藤リアル君はオフランスに行っております。そしてその帰りを待ちつつも同級生突っ込んでおります。出てきました、さすがです。姿が見えてドギーで出てくる、最高ですね。ほらもう顔見てください、うわーって叫んでますよ。ほらすごい気合が入ってます、さすがです。もう一度今度はアップで見てみましょう。来たー、すごいっすね。グラブレールでバックサイドですよこれ、バックサイド。そしてコントロールしながら出てきた。すげー、両親お前どんげしたつか。リアルがおらんかいって言ってお前が一人で背負って頑張っちょらせんかみたいな、やるね。ほらドアーって言ってますよ。すごいっすね、気合十分。そしてスープアプローチ、キレッキレですね。頑張ってます同級生。さあそしてこれは兄のヒュセイ、十分イン来た、ナイスです。そしてフルアウト、もう一回見たい、もう一回見たいので巻き戻し。さあテイクオフ、ちょっとレートテイクオフですね。しかも余裕でブルインしていきます。さあ入った、チューブイン、すごいっすねこの兄弟は。さあそして軽く出てくる、そして次を行くかと思いきやプルアウト、余裕です、見せてくれます、藤田ヒュセー。さあ今のは誰でしょうか。そしてカメラが慌ててパーンするけど今のも誰かやられてましたね。さあそしてその間に藤田ヒュセーがテイクオフ、2本目チェックターンからの狙いに行くがやられております。さあ一度上がってきました、休憩です。いやーかっこいいっすね、藤田兄弟やります、頑張っております。さあそしてこれは天然ですね、来た天然、ナイス、いい波です。さあそしてもう一発来た、合わせた、チューブイン、おっと余裕っすね、遊んでますっていうかもう楽しんでますね。そしてヒューセーがなんかブツ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 文句言いながら上がって歌歌ってますね、確か。そしておっと横を向いてますね、一物は横を向いてました。そしてカレーの首も横を向いてました。さあそして歌を歌いながら上がってきました。入れ替わりに藤田ヒュセイ、いやいや藤田良俊、渡辺寛、シーバ先生の登場です。来たー、まだまだグリグリ来てますね、みんな入っちゃ上がって入っちゃ上がってやってましたね。休憩を入れながら連続で行くとちょっとしんどいので休憩休憩入れながらやっておりました。さあそして
両春がテイクオフ。これ結構でかい波っすよ。レギュラーの波、軽く一発当て込んで様子見ですね。プルアウト、そして誰かがプルアウト、カメラが探しております。誰が行く、誰が行く、行った、ショーマー、チューブイン来た。もう一回見てみましょう。ほら気合入ってます。体がでかくなりましたよね。さあそして狙います、チューブインバックサイドサーフィン来た。わーって言ってますよ。ほら気合入ってます。みんなショーマーはね、前回のやつで板を押しょったのでスペアがもうありません。なので気合がもうブリブリ入っております。さあそして天然がチューブを狙うがちょっと巻いてこなかった。さあそして両春バックサイドサーフィン、トップターンからのプルアウト、ショルダーがなかったですね。さあそしてこれが渡辺カーン、テイクオフ、オーストールかけておりますが巻いてこないと判断、すぐにプルアウト。さあそして2本目、渡辺カーン、チューブイン、おちょっとスタンディング、おっとっとっと、ナイスです、見えております。そしてトップターン2発、しかし最後はインコンプリート。もう一回見てみましょう。向こう側はレギュラーは両春ですね。そしてこちらが渡辺ハーン、チューブイン、はあ、スタンディング、うーかっこいい、きたー、入りました、いらっしゃいみたいな感じですね。そして出てきた、ちょっとリップを食らってますがヘッドリップを、しかし余裕でスーパーアプローチ、そしてもう一発いくか、インコンプリート。頑張りましょう。さあこっちはヤングサーファーたちが準備をしております。ほら板が折れてますね、ショーマの板ですね、あれは。さあみんな何かミスも行くとかって言いながら準備しております。さあそしてそのショーマー行った、ちょっと浅いがナイスです。さあ波はこんな感じ、どんどこどんどこ来ております。だいぶサイズが落ち着いてきたっていうか、いい波になってきましたね。ちょっと掘れ方がいまいち思う存分掘れてこないんですけども、それに皆さんアタックしております。そして渡辺勘がチューブイン、おっとスイッチが入ったか。さあそしてヤングサーファーがどんどこどんどこ海に向かっております。さあそしてこれがシーバ先生、さあ来い、合わせた、うまいっすよね合わせ方が。チューブイン来た、出てきた。もう一回見てみましょう。いやもう落ち着きのある綺麗なチューブの狙い方ですね。さあここでパンピングを少し入れてグラブレール入った、そしてストール、波はラッピングのように包んできます。ほら来た、ラッピング、ラッピング、さあ入った、チューブイン、ほらコントロールしてますね、綺麗に、ほらどっさり入ってますよ、姿が見えません。そして出てくる、トップの方からやっぱ出てきますね。そしてちょちょっとドギー風で出てきて水気を飛ばしてプルアウト、ナイスです、シーバジュン。さあセットはこんな感じですね、まあ、これセットじゃないですね、ミドルぐらい入ってきたらこんな感じですね。ほらどん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 入ってきてますよ、いい感じ。誰が行く、誰が行くのかな、うわ手前の方がやっぱブレイクしてますね。さあそして渡辺ハーン、おいい波、ビッグサイズ、あチューブイン出てきた、やるねお前。さあこれで調子が出てくるのか、しかしカービングでこけた。もう一回見てみましょう。さあ鬼パドルからのテイクオフ、わーレールがもう全部入ってましたね今一瞬。さあそしてこっからです、チューブイン、うわーラッピング、ラッピング、ほら来たよラッピング、かっこいい。
さあそしてこれアップスダウンしてますね、アップスダウン。ちょっとボードのやはり前の方にスタンスを取ってますね。さあそしてコントロールしながら出てきます。くわー、あんたかっこいいね、ふわーって感じで。ほらものすげえ、ほらちょ後ろ。さあそしてカービングを試みるもインコンプリート、残念です。ちょっと惜しかったですね。さあそしてその渡辺館が今度はレギュラーの波、軽くチューブに入ったのかな、出てきた。さあそして今度はフロントグーフィーです。ボトムターンからおお、ストーリング、そしてチューブインか、やっべー。そしてカーブ、これは決まりましたね。お、誰か後ろに、後ろに人がいた。さあそしてもう一発渡辺館、やっべー、お前調子に乗ってくるやろ、絶対もうスイッチが入ってますよ。さあそしてこれが隼人、どうだ、おっとどうした、スローにするか審議中。さあどっちなんでしょうか。じゃん、評価なし、ガンガンみたいな、残念でした。ならばこれはどうだみたいな感じでいった。さあ来い、カモン隼人、あれ審議中、どうすんの、どうすんの、あらあら流れてしまいました。おっと巻き戻し、ということは頑張っているのでもう一度ということですか。さあ来い、ヘアトー、おっとみんなで笑おう、コッ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 カモン。しかし藤井隼人君ここです。チューブの中で何を思っているのかですよね。この瞬間何を思ってるんでしょうね。ラー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 、揉まれます、鼻の中は海水だらけみたいな、そんな感じですね。さあ隼人が行った、またもや隼人出てこいよ、おっと惜しい、審議中です、またしても審議中、おっと巻き戻し、そしてさあ来た、カモン、おっとこれはなんだ、またしてもゴミのたたりか、まだお前はたたられているのかみたいな、今のゴミがね多分頭にガーンって当たったんですよ。そしてシュワーッつってダイブなんですよね多分。やっバリアリがだいぶ効いてますもんね。ほら来た、出てきた出てきた、シャーチ、俺は出たかったんだ、しかしたたりじゃーみたいな感じで持っていかれてますね。ほわー持っていかれた、あらあんたものすげー海水が鼻の中に入ったわ。さあそして登場です、児玉亮、さあ見せてもらいましょう。かっこいいですねこのガチャのウェットスーツ、欲しいな。さあそしてハヤトが突っ込むがちょっと早かった。さあそしてこれがショーマ、鬼パドルからのグラブ行くがそんなに掘れてこない、そんなに掘れてこなかった、惜しい。さあそして誰でしょうか、頑張ってます、一般サーファー、手前は鬼パドル、いやもう疲れてる感じですね、あーもう俺もう無理じゃーみたいな感じで超えてますね。そしてドルフィン、さあそしてこれも一般の方です、おっとおっ頑張っております、ナイスです。さあそしてこれが根津子ですね、武田兵庫、カモンカモンカモン、おおもうちょい深いと良かったですね。さあそして後ろはビハインド、さあゆうすけ来い、カモンカモン、加藤雄介、おーしー、途中で姿が消えました。さあそしてこれは誰だ、あーちょっと分かんなかった、誰だろう、かっこいい入り方やったですね。さあ波はどん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 来てますよ、シェイプされてます、サイズがだいぶ落ち着いてきました。そしてわー君は何をやってるんだ、それを見て
渡辺勘がテイクアウト。まずはカービング、そしてもう一発、そしてプラ、ほら、やっぱ調子に乗っちゃう、レゲ調子に乗っちゃう、ってやってましたね今。うわっ、おお、隼人、お前伊藤リアルのモノマネか。でもモノマネいいよ、モノマネからどん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 上手くなりますからね。いやー、皆さんやっぱり伊藤リアルの真似をしておりますね。伊藤リアル、この間 JPSA で優勝しました。初の優勝です。やりますね、今後が大変です、活躍するので大変です。さあ、そして渡辺勘がチューブイン、おいっす、ナイス、うふ。さあ、そしてこれが川端大志チューブイン、どうだ、出てくるか、カモンカモンカモン。いや、しかし姿がない、惜しい。さあ、波はどんどん入ってきております。誰が行くのか、誰が行くのか、わあ、ブレイクしております、巻いております、無人です、誰も乗ってません、余ってます。うわー、やっべくね、これ、やっぱくね。さあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まだまだ続きますよ、波も余ってますよ、皆さん突っ込んでおります。それじゃあまたね、バイバイ。